ソードアートオンライン、プログレッシブ、星なき夜のアリアを見たよ。うん。いや、なんか適当にあったから、目についたから見てみたんだけど、うん、これ、アスナ視点の、なんか、ソードアートオンライン時代の、なんか映画化っていうことなの。まあ、でもね、見ててね、面白かったよ。やっぱね、ソードアートオンラインってね、ソードアートオンラインしてたところがね、一番面白かったように思う。なんだろうね、このなんか、アスナにしたってさ、ちょっとなんか机の上に置いてある、兄のなんか、買ったばかりのゲームをね、先に起動させちゃって参加しちゃって、こうなったっていう、なんかそういうなんか、気軽に参加してデスゲームみたいなノリなのがね、やっぱ一番いいと思う。だって内容もね、なんだろうね。まあ、アスナのなんか、まあ、そのゲーム始める前のなんか、流れとかさ、まあ、情報量がね、なんかテンポよくね、あって、これ一つ見た分で結構満足度は高かった。まあ、それにしてもね、水戸とね、なんかパーティーを組んでね、ゲームを乗り切ろうとしてるんだけど、ウツボカズラの敵をね、狩るところでさ、なんか、まあ、トラップモンスターみたいなのがいてさ、そいつ倒したらなんか、うじゃうじゃとなんかモンスターが、湧いてくるみたいなやつなんだけどさ、それ見と、言っとけよって思うんだけど、ダメ、それは手を出しちゃって、じゃねえよって。ウツボカズラの敵を狩りに行くってさ、なんか、話しててさ、危険事項とかさ、あらかじめさ、教えとけよって俺思うんだけど。それまずミスだよなと思って。なんか、だから少数パーティーは小さなミスで命取りになるとかなんかさ、なんかこう、語ってたけどさ、完全にあれは伝達ミスじゃん。思っちゃって。まあ、その後なんか、ワニ型のなんか大きな敵が出てくるんだけどさ。その中の敵のこう、口の中にね、こう、カプって入れられてさ、あとちょっとで歯が届いて、体力がもう全部、HP が全部削られるよみたいな、あそこが妙になんか、作が良くてさ、面白かった。そこでキリトが出てくるんやけどね。キリトが出てきて助けるって。今回はまあ、キリトはね、うん。まあ、やっぱ、アスナが主人公だからが、半分ぐらいの時間になってから登場って感じ。そっからはなんかもう普通になんか、キリトと二人旅みたいになっちゃうんだけど。とりあえずそっからはなんか、割と普通に、テレビ版の時と同じだったかな。どうだったろう。もうテレビも結構忘れちゃったからな。まあ原作は読んでないし。テレビ版からしか見てないけど。それはもう結構前だから。内容は忘れた。でもなんか、似たようなやりとりはずっとやってたような気がするんだよね。ビーターのあたりとか。うん。まあ、とりあえず、まあ、面白かったと思うよ。ポン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 。ちょうど一作でなんか、こう、始まり感がいいと。でもこれどこまでやるんだこの映画この映画どこまでやるの？もう最初から最後までなんか新しく作り直すの。5、6作ぐらいになるんじゃねえ？